皇帝コンスタンティヌス一世。ミラノ直令によりキリスト教を公式に認め、新種とコンスタンティノポリスを造営した。画像は、ローマのカピトリーの美術館にある皇帝の巨像。廃教者、皇帝、ユリアヌス。ローマ帝国のキリスト教家が進む中で、古来の神々の復興を意図するも早すぎる。死によりその計画は挫折した。画像は、 パリのクリュニー中世美術館にある皇帝の像。最後の統一ローマ皇帝テオドシウス一世。この皇帝の衣装により、ローマ帝国は東西に分裂した。画像は、テオドシウスの銀皿のレプリカ。キリスト教修道制の始まり。エジプトの大アントニオスらの砂漠のシェフにより修道生活の基礎が築かれた。画像は、大アントニオスを追悼して年に、 建てられたエジプトのスエズ県にあるコプト教会の聖アントニオス修道院。アクスム王国の勃興。クシュ王国を滅ぼし現在のエチオピアの地に成立したのがアクスム王国で最も古くからキリスト教を授容していたことでも知られている。画像はキリスト教に改修したエザナ王によるオベリスクで24メートルの高さがある。北アフリカの都市キルタ。 現在のアルジェリア北部の都市で定位争奪戦から荒廃したが4世紀初頭に再建され皇帝コンスタンティノス一世紀の名にちなんでコンスタンティーヌとなって現在に至る画像はキルタイ石のモザイクではタツミネプトルヌスとアンフィトリテの多神教のモチーフが用いられているゲルマン民族の大移動ローマ帝国との国境を越えたゲルマン小族は各地で 混乱や衝突を起こした。画像は1920年代に描かれた西郷土族の王荒ク一世の宛内ない入場の挿絵。七首塔が所蔵されている石上神宮。ここの七首塔が日本初期神宮記に記載のあるくだらから献上されたものだと推定されている。朝顔形派には、円筒派庭の一種で、木台の上に朝顔のような器がついた形状からその名がある。 三世紀の古墳には見られないが四世紀には数多く出現する。画像は古い石出土の朝、顔形派にはと円筒埴輪、はじき、画星古外子古外寺は闘身の画家で画ぜ。最前、地前の三絶を備えると言われていた人物。画像は代表作、女子神図、書生王義師。王義師は闘身の書家で蘭定女他の作で知られ。 歴代皇帝にも愛好された。画像は、総松本初の文人学科先生が、王義塩が題として描いた、乱帝観月中国最古の仏像。紀元前後に到来した仏教がこの時代に、中国の民間にも定着した。画像は、五個十六国の一つ後、朝の年号、建務四年の記念名のある、近藤仏座像。チャンドラグップタ二世紀の金貨。 チャンドラグプタ二世は、インドグプタ朝の領土を最大に広げ、繁栄をもたらした、シャクンタラー。指輪をめぐるシャクンタラー姫の数奇な運命の物語で、チャンドラグプタ二世王時代の宮廷詩人、カーリダーサによりまとめられたとされる。画像は、ラビバルマによる物語へ、物資将来。歴史書、ダータワンサによると、カリンガ国の王女へ、ママアラとその夫、 団体によって物資がこの時代のスリランカに秘密に持ち運ばれたと伝える。画像はコロンボ近郊にあるケラニラジャマハビハーラジーンにある物資将来の場面の壁画。4世紀は西暦301年から西暦400年までの100年間を指す世紀。中国の歴史文献において266年から413年にかけての和国に関する記述がなく、 大和王権の成立過程などが把握できないため、日本において空白の4世紀とも呼ばれている。午後16国から北旗精神、東進注釈出典。ありがとうございます。